バーバラ・ボニーはアメリカ合衆国のソプラノ歌手。ニュージャージー州、モントクレア出身。カナダで、ウォルター・レー・ニンジャーに学ぶ。1979年に、ダルムシュタット歌劇場に出演し、ウィンザーの陽気な女房たちで、アンナ役を歌ってデビュー。その後5年間のうちに、ドイツ全土とコベントガーデン及びスカラザで活躍した。1988年に、リヒャルト・シュトラウスの ナクソス島のアリアドネにより、メトロポリタン歌劇場にデビューを果たす。1994年、カルロス・クライバー式ウィーン、国立歌劇場来日公演にて、アール・シュトラウスのバラノキシのゾヒー役で絶賛を博した。偉大なリリックソプラの歌手の一人として、世界的に評価されており、オペラの他に、ソリストとして演奏会でも活躍し、 多くの偉大な指揮者と共演を重ねている。リート歌手としても多くの録音数を誇る。レパートリーは幅広く、モーツァルトやメンデルスゾーン、ゼムリンスキーなどのリート、マーラーの声楽付き公共曲、ベルディのファルスタッフなど。現在はイギリスの王立音楽アカデミーで教鞭を取る。全部はスウェーデンの名バリトン歌手、ホーカン・ハーゲゴール。 1999年10月12日に、茨城県水戸市の水戸芸術館にて開催が予定されていたリサイタルは、東海村 JC o 臨海事故の影響を懸念して、中止されたとされている。ありがとうございます。